じょ。こんにちは。ではでは、続きいきますか。そうですね。はい。昨日は、まあ、昨日かどうかわかんないんで、はい、前回は。前回、そうですね。ちょっとお休みしてる可能性もありますからね。ロッテに阪神から岩貞。はい。で、そして、ヤクルトに楽天から塩見っていうことで、はい、あのね、昨日ね、出したくないってざわついた、タイガースとイーグルス。はい。だから今日は、阪神と楽天やりますか。ああ、なるほど。出した球団。はい。だから、はい、出すけど、こういう選手取りに行こうよっていう、今日は。そうですね。はい。はい、だから、じゃあ、楽天から。はい。トレードで欲しい選手ってことですね。はい、でも、楽天はですね、やっぱどう考えても、うん、今のウィークポイントは、やっぱキャッチャーじゃないですか。まあそうですね、今結構だってピッチャーも相当層が厚くなって補強してきて今すぐ、はい、あの何か足さなきゃいけないのかっていうのはもう足してあるからいらないんですよね。ないですね。だから涌井とかあと酒井、はい、で、あの外国人投手も、はい、シャディワ投手とか あとマスター投手も入りましたし、ね、で松井が先発するかもしれないとかところで、はい、入った北選手もいるんで、うん、これ以上今絶対必要ってそんなないですよね。投手陣はね、そう結構も厚みがあります。で、野手も、はい、ショーとかね、茂木とか小深田とか、はい、新人も取ったりとか、はい、鈴木大地選手も入りましたし、ね、で黒川とか若い、ねはい、新人の選手もいる。外野も結構もういますよ。外野もいっぱいいっぱいだから、はい、今すぐ欠点っていうのは、うん、投手、野手ないですよね。そうですね。ってなってやっぱりキャッチャーですね。やっぱり太田、はい、足立、はい、あと堀内、まあ、もちろんね、未来に向けては、うん、あの素質としてはいいですけど、はい、今すぐって考えた時に島もいなくなって、はい、やっぱりちょっと心細いですよね。まあそうですね。多分まあ正捕手になるのがおそらく太田選手かなと思うと、うん、まだ大卒2年目っていう若いですね。で多分打てなくなったら代打使われたり併用とかってしてるところで、はい、まあ唯一のウィークポイント今現状ね、はい、考えた時にやっぱりねキャッチャー補強しましょう。おー、はい。でもキャッチャーどっから取ってくる。セリーグからですね。セリーグからです、はいはい、で、はい、もう阪神からは岩沢出しちゃってるんで、はい、阪神じゃないですじゃないってことですね。あと、はい、の5球団です。はい、じゃあいきます。はい、楽天がトレードを取ってくる選手、広島カープ、磯村選手です。はー、磯村選手、はい、いやめっちゃいいですから。あ、そんなにいいんですか。そう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 、はい、去年キャリアハイの65試合出て、はい、で打つのも打つんで打率2割7分8厘、はい、でホームランも4本打ってて、はい、打つのも貢献してるんですよ、はい、で、まあ、基本的には相澤、石原が出てるんですけど、うん、磯村も去年結構出てて、65試合ってまあ、まあはい、まあ半分以下ではありますけど、そうそうそう、結構出てます。アドバが投げた時とか出てたりして、はい、もう本当に準レギュ的な感じなんですよ、はい、いやそうですね。2010年のドラフト5位で、まあはね、広島にあと坂倉君とか、うん、あの日大三高から入ってまだ若手のキャッチャーとかもいますし、はい、ってなった時にでセリーグでキャッチャーって考えた時に、はい、磯村でしかも楽天って、うん、結構福井とか下鶴とか広島あるじゃないですか。結構トレードで、はあ、いたりとか。だから磯村も取って、はい、補おうっていう。年齢が私の2つ下だから今年28だ、はい、まだ若いでしょ。年齢的にも結構いいですね。いいでしょ。ちょうどいい速度。しかも磯村が来たら、はい、一気にゴーンってチーム力上がるっす。あ、打力もありますし、ね、あるし、本当普通にだって下手したら7番とか6番とかに、はい、入る可能性もあるですよね。そうですね、はい、まあ、しかも、まあ、太田選手なり堀内選手なりがこう競争の相手になってそうなるっていう可能性は、もう一気にレギュラーっていうパターンもあるからね、磯村。そうですね、はい、いや、なんならなっちゃうかもしれないですね。もう十分なっちゃうかも。もう明日からレギュラー。はあ。いや、ちょっと楽天の今のキャッチャー陣をでもそうしたらヒヤヒヤもんですね。でも俺はやっぱり楽天はそこを埋まったら一気に優勝いくんちゃうかって。まあ、確かに本当に今若干やっぱビークポイントでありますからね、はあ、でもそこを補うためには、うん、はい、素材はいいけどねじゃなくて、うん、今すぐ使えるっていう考えると、はい、うん、磯村やっぱりいいかなっていう、今もうすぐ優勝に向かっていくためには必要かもしれないです、ね、うん、すごいマシで楽天ファンの皆さんどうですか、はい、まあ、もちろんね、うん、太田とか堀内とか、はい、あの足立のファンの人にはね、はい、あれですけども、はい、チームとして考えては、はい、あともう広島ファンの皆さんは磯村出せないよっていうのはやめてください。あの分かった上にやってるんですから。そこだけは考慮しないっていう前提ですからね。そう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 、はい、はい、あとはですね、はい、前回の動画でも言い忘れたんですけど、いやこの選手ぐらい欲しいねっていうのはあっても面白いですね、はい、そのコメント欄でね。あ、他に、あ、いや磯村選手だったらこっちの選手の方がいいかなとかっていうのもね、うん、このルールの中でね、はい、だから磯村じゃなくて森が欲しいとかやめてください。あ、それはちょっとガチのレギュラーですね。そういうのはやめてください。そしたら最強ですけど、ね、昨日僕が言ったルールにのっとって
考えて、はい、あうち僕自分のファンのところはこの選手がいいとかっていうんだったらいいですよね、はい、考えてほしいですね。そうですね、まあそっか、キャッチャーいいかもしれないですね。いいでしょ。いいですね、はあ、ちょうどいい感じの、はあはい、じゃあ次、はい、じゃあ岩貞が出たって言って勝手に言ってるだけなんですけど候補に上がった中で阪神が、はい、誰を取ってくるか、はい、阪神タイガース取ってくる選手ロッテ清田。清田あこれね出す方の気持ち考えちゃうんですよすぐあのこの分かったこれあの皆さんもそうですけどあのこの動画を見る心構えとして、はい、取ってくる方の気持ちだけになってください。そうなんですそうなんですよ出す方の気持ちになったらねダメっす、はい、ですあーとかになるじゃないですか。あの前回の出す方の気持ちになっちゃうんですよねとりあえず下げた方がいい選手の気持ちになっちゃう。タイガースの、うん、僕なりのウィークポイントとかって、はい、まあもうちょっと手こ入れしたらいいかなと思うのは、はい、外野だと思うんですよね。でまあ、あの福留、糸井が、まあはいね、まだまだ頑張れますけど、まあ、年齢も高くなってきて、はい、なかなか1年、ね、怪我しがちだし難しいというところと、あとはあの江越とか中谷とか他のいい、ね、素材がいい右バッターも結構いますけど、はい、なかなか伸び悩んでるというところで、まあ、近本がねでまた2年目のジンクスでどうなるのかというところも考えると投手力は先発中継ぎともにいいんで、はい、なんとか打線のカバーさえあればというところで、まあ、外野で考えたんです、はい、僕はね、はい、で清田はいいんじゃないのかなっていう。もう清田選手も結構もういい年になってきましたよね。そうだから昨年も117試合に出てて、はい、打率が2割5分3厘で、はい、ホームランは10本打ってるんで、はい打力としては結構いいですね、はい、でまあ守備もね、はい、別にそんな下手くそなわけじゃないですし、はい、もうすぐ使えるから。いやめちゃくちゃいい選手ですからね、はい、いいんじゃないのかな。でまあロッテで言えば、うんまあ、福田を FA で取って、はいマーティンとか、うん、角中、はい、で、岡とか、荻野とかっていうのもって、うんまあ、外野が大渋滞っていうところもあるんで、うんうん、阪神、はい、清田、はい、取って、打力を上げて、チーム力を上げるっていう。なんか、そう考えるとこう、出す方で考えても、なんかいいんじゃないかなと思っちゃいますね。いやいや、ごめんなさいね。結構だって外野がいるわけですよね。そう若手とかも含めて。俺もめっちゃ考えてきたんだよ。いろんな面も含めて。すぐ考えてますね。はあはい、チームによっては、はい、選べるチームと、はい、選べないチームがあるんですよ。選べない。やっぱ選手層が薄かったりとか、あとはこのまだレギュラーがかっちり決まってなくて、はい、この選手もレギュラーっぽいし、この選手もレギュラーっぽいしっていうの、レギュラーがガチって決まってる方が簡単なんですよ、はい、選ぶのは。まあそうですね、候補は出しやすいですよね、はあ、決まってないところって、はい、こいつもレギュラーやしなっていうのがなってくると、はい、こいつとこいつの違いないやって言ったら両方出せないしなって難しくなるんですよ。だからガチッと決まってるソフトバンクとか、はい、広島とか、はい、巨人とか考えやすいんですよ。ああそうですね、はあ、でも考えにくいところってなんとなく分かりにくい分かりにくいでしょ、はい、難しいところもめっちゃあったんですよ。そうですね、はあ、だから楽天とかも考えやすかったですね。そうですね、今結構固まってますからね、はあはあ、だからこの清田を出して外野どうですかね、はい、阪神事情っていうのは私はそこまで詳しくないですけど、やっぱ外野がそれで聞くと、はあ、清田選手ボンって即戦力で入って、はあでまあ、代打とかでもね、はい、いけますし、うんでまあ、去年もいい結果出てるし。糸井選手って今何歳になったんだ、まあ、糸井、はい、糸井も結構いってんじゃない。福留は俺の一つ下だから40、今年3だね。そっか43か、うん、清田いいんじゃないのかなっていう、ね、そうですね、はあ、ここで一発バシッとはまって結構いいんじゃないかなっていう、なんかすごい説得された感じがします。そうか、だから何番打つかな。だから、まあ、6番とか、はい、6、7番ぐらいで、うんまあ、内野はね、大山使って外国人もいるし、糸原とか、今日もそうですけど、はい、ここ足りないよっていうのは教えてくれてもいいですけどね。あ外野よりここの方が薄いよとかね。まあ、佐藤さん、12球団見てるわけですから、ガチ感阪神ファンの人に、うん、いや、ここだっていう、はあ、ね。とかね、いや、これだったらこの選手取ってきたいとかね、うんうん、このルールにのっとって、あとはルールにのっとって、12球団を勝手に考えてもらってるんですけど。なるほど。だって必ず佐藤さん考えてるのって一球団一人ずつ、はい、1人しか出せないんですよね。だからもう阪神は、はいまあ、前回の動画で岩澤出しちゃったんで、はい、もう阪神は誰も出てこないんですよ。ですね、で清田がロッテから出たんで、はい、ロッテももう今後誰も出て、だからもう現状広島から磯村、はい、でロッテから清田、はい、で阪神から岩澤、はい、で楽天から塩見、はい、だからもうこのチームはもう終わりです、うん、出てこないですね、まあ、誰も出せないです。わ、はい、かりました。1人
じゃあ次どの球団行くのかすごい楽しみにしてます。そうですね、はい、磯村選手出した広島とか行きましょうか、はい、広島とどっかの球団最初に行きますか。そうですね、であとパリーグはね、はい、次回やりますんで、はい、じゃあ皆さんお楽しみに、はいはい。